お待たせいたしました。第1回目のゲストはこちらの方です。どうもこんにちは。いやどうも浪川大輔くんです。浪川大輔です。どうぞよろしくお願いします。初めておもてなしする今回のゲストは浪川大輔さん。アニメから洋画の吹き替えまで様々な役を演じる実力派声優であり、歌手や映画監督など幅広く活動している。そして所属する事務所の社長という一面も。さて日頃からお忙しい浪川さんにどんなおもてなしをするのか。さあどうしたんですか、三木さん急に。いや忙しいでしょ。もうぼちぼち頑張らせていただいてますよく言うわ、はい、で、はい、まあね、あのまあ僕今回番組をねやらせていただくにあたり、はいはい、まあ、テーマがですね、はい、まあ、僕が好きな人をゲストとしてお呼びさせていただき、はい、そして僕は一方的にお疲れであろうゲストに、はい、こう癒しを味わっていただきたいと。あ、どうしたんですか、仏みたいになって急に。もうほらリアルに仏に近いから。いや、やめなさいよそのわけで、はいはい、今回、はい、浪川くんのためにご用意させていただいた車が、はい、こちらです。ベントレー様であります。なんか喋れ。いやおかしいじゃないですか。いやもう土下座しようかと思いましたけど、これ、はい、なんですかこれ。だってミキさんの車違うじゃないですか。違いますよ。なんですかこれ。いや僕が、はい、浪川くんをこう癒してあげたい、癒したいんです。僕浪川くんのこと大好きなんです。浪川くんの使いを取りたいんです。大丈夫です。もう言ったら、はい、スタッフの方がいろいろ相談して、いやね、浪川さんってあるじゃないですか。いや僕浪川くんってこういう人で、はい、でもこういう面もあって、はい、でそこからイメージしたのが、はい、伝統のクラフトマンシップいやこれですよ。僕のイメージこれですか。そうですよ。どうですか。めっちゃどうですか。じっくり見てください。いや、ここ横切った時から、はい、もうなんかなんだろう、こう触れちゃいけないのかなと思って。いや大丈夫です。おかしいでしょこれ。そうですか。なって、はい、これが僕のイメージする浪川くんの感じですよ。屋根がこんなに今日よりによって寒いですけど、はい、屋根ないっす。開放感です。開放感ですよね。開放。だってほら普段スタジオの中ってあれじゃないですか、閉鎖的な空間なわけじゃないですか。はい、いろいろ君立場上がんじがらめなこともあるじゃないですか余計なことは言わなくていいです。大丈夫です大丈夫です。いろいろこう、はい、ありますよね、はい、ね、はい、外も見たいでしょう。はい、マジですか。はい、そうですよ。で今回これで。そうです。これでどっかに連れてってくれるってことですか。触っていいんですよ。いいんすか。もう大丈夫です。だってどう見ても高そうですもん。買えるよ社長え、買えるんですか。社長買えるよ。え、この番組そういう番組ですか。だって番組の趣旨を、いや僕ほとんど君の事務所に連絡した結果、はい、OK だったんですよ。いや僕全然知らないで来てますからね今日。今知らないでって言った。知らないで来てますよ。え、ですか。帰りこれ乗ってじゃあねとかいう絵になってないですよね。え、だから俺の中のプランとしては、はい、じゃんけんをする。じゃあおかしい。そういう男気いらないですよ。男気いらないですか。いや、ミキさんの男気、君の男気はいらない。じゃあ君の社長